こんにちは、アルです。第1回スプラトゥーンドアップクイズということでやっていきましょう。企画説明なんですが、簡単ですね。こうやってドアップになっている人、これは誰なのかを当てるということでございます。まあ1回デモンストレーションということで、今ドアップになっているのは誰でしょうということなんですが、まあこれはですね、バーっと引いていくと僕のイカちゃんということですね。こんな感じで、一体誰をドラップにしているのか当ててみてください。行ってみよう。さあ第1問、これはわかりますかね。結構簡単な部類かもしれないですね。さあこれは誰のドアップでしょうか。わかりましたかね。ちょっと引いていってみましょう。ディン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 、もうこれね、分かった人もいるんじゃないかな。ディン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 、お、ディン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 、さあふうかちゃんなわけですね。という感じで、顔だけのドアップではないので、どこのドアップか考えながらやるのも面白いかもしれません。第2問いってみよう。さあ第2問なんですが、こちらでございます。ちょっと目だけに当たってるんですが、これわかりますかね。誰か、これでわかったら結構すごいよ。ちょっと引いてってみましょうか。ねね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 ね、あ、ねね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 、そうです、ホタル姉さんでございますね。まあちょっとね、瞳が特徴的っていうところもあったんですけど、目だけでわかったらすごいね。わかりましたでしょうか。さあ次です。第3問こちらでございます。ちょっとね、何やらチラチラ映ってるものもあるんですが、これは何でしょう。これ誰の何でしょうね。こんな形してんだな。さあ分かりましたでしょうか。ちょっと引いてみますね。ディディディン、ディ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 ン、ディディディン、ディ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 ン、うつほちゃんのデコと眉毛でした。こんななんか三角形の形しとんじゃね。これちょっと分かりましたでしょうか。OK。 さあ今のとこ3問終わったんですけど、どうですか、このクイズの傾向が分かってきたんじゃないでしょうか。一番最後にはね、とびっきり難しい問題を用意しておりますので、ぜひ最後までやっていただければなと思います。さあ4問目いきましょう。なんかめっちゃ囲まれてる。え、みんなもしかしてクイズに参加してくれてる。え、ほら。こんなに集まって嬉しいよ。やろうね、クイズね。第4問出すから。さあ第4問です。じゃじゃーんと。さあこれはですね、まああるキャラの特徴的なところですよね。一体誰のドアップなんでしょうか。わかりますか、わかりますか。ちょっと引いてみましょうか。にに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 にということで、正解はテンタクルズ姫ちゃんでございました。姫ちゃんのね、ほくろでございました。わかりましたか。ちょっとね、編集のズームもやって難易度上げていこうと思います。こっからね、後半戦いってみましょう。じゃじゃん。さあこちらでございますね。これわかりますか。これは誰のドアップでしょうか。そして何なのでしょうかというところなんですが、はい、ちょっと考えてみましょうか。わかりましたかね。ちょっと引いてみますね。ににんにににににんにににににににん、これまだこ、俺これ出されてもわからんよ、ここの状態でのね。ちょ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 、あ、特徴出てきた。あー、飯田ちゃんでした。飯田ちゃんの頭、これわかる、これ。何これ。OK。 さあ続きましてこちらです。じゃん。素敵なもみあげですね。さあ一体誰のドアップなんでしょうか。わかりますかね。どうですかね。ちょっと引いてみましょうか。じゃじゃん、じゃ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 ん、じゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃん、そうです、塩辛酢あおりちゃんの耳タブでございました。耳タブ&もみあげですね。耳タブともみあげで分かる人いるから。耳タブねえな。そうか、イカって耳タブねえ。まあね、もしかしたらほくろとかも映っとったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと編集でかなりドアップしようと思ってるんでね。さあ分かりましたでしょうか。それではですね、第1回ドアップクイズ最後の3問となります。この3問全部分かった人はドアップマスターです。
ドアップマスターの称号を差し上げます。さあ最後の3問、その1、行ってみましょう。さあこちらですさあこれ誰でしょうね、誰のどこのドアップなんでしょうね、何ですかねこれねわかりますでしょうか。いきますよ。ででん、ででん、ででででん、ででででででん、あ、出てきた、ででででででん、じゃら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 じゃん。というわけで、万太郎ですね。万太郎の、なんだろう、この箸置きみたいなやつ。箸置きみたいなやつに書いてあるマクドナルドみたいなやつのドアップでしたね。オッケー、ありがとう、万太郎。さあ、ラスト3問、その2。さあ、ラスト3問のその2でございます。わかりますでしょうか、わかりますでしょうか。ちょっと動きすぎなんだよな。ちょっと動きすぎなんだよな、こいつ。さあ、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 さあ。ちょっと引いていってみましょうか。いきますよ。ディディン。ディ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 ン。ディ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 ン。ということで、小ジャケですね。小ジャケの目玉、眼球を、ちょっとドアップにしてみました。オッケー。わかりましたか？さあ、次の問題が最後になります。このね、最後3つの問題全部分かった人には、ドアップマスターの称号が付与されますので、心して、かかるように、最終問題行ってみましょう。さあ、こちらです。さあ、何でしょうか？これ何でしょうか？わかりますか？果たしてこれは誰の何なんでしょうかね？わかりますか？最終問題にふさわしい問題ではあるんですが、なんだろうこれ。さあちょっと引いていってみましょうか。ででん、ででで、ででででで、ででででで、でん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 。さあ、わかりましたか、わかりましたか、見えてきましたね。じゃーん。正解は当たり目じいちゃんの目ん玉でございました。オッケー。という感じで、大人気新コーナーのドアップクイズですね、第1回ということなんですが、今日で最終回ということになってしまいます。今までね、長い間応援をありがとうございました。また次ね、何か企画を思いついたらやりますので、その時は応援をよろしくお願いします。何問正解できた？何問出した？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9問か。最後ラスト1本いっとこうか。エキストラクイズ。さあ、こちらでございます。まあ、こちら何かの、ね、模様ではあるんですが、なんかね、ペイズリーっぽいね。ペイズリーの柄が、イカ仕様になったやつっぽいね。さあ、これは誰のどこのドアップなんでしょうか？わかりますでしょうか？エクストラ、10問目ということでね、エクストラチャレンジなんですけども、ちょっと引いていってみましょう。にょにょん。にょ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 ん。にょ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 。でででで。というわけで、正解は、司令のマントでございました。これペイズリー柄なんじゃね？イカズリーかな？もしかしたら。ちょっとね、まあドアップクイズなんてものをやったら面白いんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、いかがだったでしょうか？そして皆さん何問正解できたでしょうか？10問中ね、10問正解できたよっていう方、または何問だったよっていう方、コメントで教えていただければなと思います。普段はですね、僕はスプラトゥーンの小ネタを調べておりまして、小ネタを調べた動画がですね、1500本を超えているという状態になっております。で、1本につきね、5本ぐらい、小ネタを紹介してるんで、もう何千個と小ネタを紹介しております。もしね、初めて見たよっていう方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、見たことあるけどチャンネル登録しなかったよっていう方も、チャンネル登録をよろしくお願いします。なんでかというと、チャンネル登録してもらうと、嬉しいからです！ありがとうございます！じゃあね、バイバイ！